新喜劇見てくれた人全員マブダチラーのコーナー、イエーイ。さあ、というわけで今回のゲストは地蔵です。誰が地蔵だ。田畑正人くんです。はい、田畑だよ。なんか今日は持ち込み企画があると聞いて。はい、こちらです。新喜劇で一番〇〇な人。お、なるほど、よいしょ。はい、まあ例えば、まあ、新喜劇で一番大食いな人とか、うん、その一番をお互いイメージしてる人を出し合おう。で、それをこう話していくみたいな。はい、なるほど、いいですね、楽しそうだな。はい、うんうん、まずこちら、新喜劇で一番ムードメーカーな人は、せーの、吉田豊。おお、彼はもうムードしかメーカーしてないです。そうですね、はい、他にメイクなんてしてないですもん、はい、ムードしか作りません彼は。そうですね、決して面白いことは言えない。いいね、いいね。いや、明るいだけです、いい、ね、あの人はやっぱ。そうなんだよね、はい、やっぱ豊くんの凄さって、あのね、ツッコミのワードなんて何でもいい気がする。あのトーン、はい、声、はい、なんとかやないかいみたいな。だからこれ最悪、うん、でもウケるんじゃないか。いや、でも正直それで舞台でやってる時ありますから、ね。うん、新喜劇で一番優しい人は、せーの、三階康江さん。おお、なるほど、ちょっと分かれましたけど、はい、僕はね、三井康江さん。おお、それはなぜ。僕が東京から大阪に来て、はい、NGK とか祇園花月に挨拶回りに来た時、やっぱ僕なんて急に東の方から来たよくわかんないおじさんだったから、はい、なんかやっぱね、その人見知りの人だったりは、はい、なんか、あ、どうもみたいな感じのもあったんだけど、ほんとね、ほんと太陽のように一番最初に見ず知らずの僕なんかを、はい、安江さんが、はい、おー、よく来たなって言ってくれた。嬉しいですね。そう、もう俺泣きそうになってさ。あ、それはいいですね。抱きつきたかったぐらい。もうその優しさに。優しさ、そう。あ、うん、いや、それは嬉しいですね。嬉しかった、あれはね。坂井愛ちゃんは、はい、毎回ね、本当に舞台袖に来て、うん、エールを送ってくれるんですよ。そうなんだ。本当に今週はもう森助と一緒にこうニコイチで出る役柄だったんですけども、うん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 、舞台袖に来て、大丈夫だから、うん、あなたたちは可愛いから自信を持って舞台に出てってっていう。芸歴で言ったらどっちが先輩は。僕が先輩です。そうだね、はい、後輩に。後輩に、あなたたちは可愛らしいからって言われてるんだ、はい、あなたたちは可愛いから自信持って舞台上で暴れてきてくださいっていう。まあでも座長からそれ言われたらね、はい、もうそれはもう奮い立ちますよ。奮い立つし、緊張もちょっと解けるし、はい、なるほど。でも愛ちゃんやっぱり田畑くんと森助くんのコンビをやっぱり育てようとしてるのかね、はい、やっぱ僕らでも見てて伝わるんで、はい、でもただ可愛い部門だったんだと思って。いただきまして、こちら、うん、新喜劇で一番スケベな人は、そのエッチなみたいなこととか醸し出してるとかでもいいんじゃないですか。あ、そのセクシーな人。あ、セクシーの方でね。セクシーな方でいきましょう。セクシーな方、はい、せーの、西川たらし。おお、やっぱりあのね、でっけえ背中がね。いや、それ褒めてるんですよ。エロいんだよ、やっぱり。でかい背中が。前から見てももちろんセクシーで、はい、うん、なんだけど、この後ろ姿、背中で変わってなるのね。いや、だからそれセクシーとは思ってないでしょ。いや、セクシー、ギャップもええよ。田畑くんは西川忠さん、ま、そうですね。なぜですか。もう品よく育ってきたなと思いきや、結構夜は暴れるんじゃないかみたいなね。セクシーな予想。それは予想です。そう、ジローラモに近いような色気を僕は感じ取ってます。ジローラモ。ジローラモです。まずジローラモに色気感じてんの。色気は感じますよ、ジローラモに。うわー、すごいなって。地蔵が。地蔵じゃねえわ。地蔵ラモじゃん、もう。地蔵ラモってなんだ。いや、今の我ながら面白いですね。言わない方がいいですよ。そうか。こちら、新喜劇で一番無人島で一人になっても生き残れそうな人は、せーの、吉田豊。オンザワールド。あ、分かれたね。はい。え、なんで。いや、もう一人になっても多分獣たちとも仲良くなりそうじゃないですか。あ、なるほど、そういう。あー、わーいっつって。うんうん。不思議な発声方法で。はいはいはい。あー、動物たちが集まってきて。はい。10年後迎えに行ったらすごい。すごい動物たちが。ターザンみたいになってくる。確かにね、はい。確かにそうだね。うん。僕はね、ボンザワールドはね、はい、やっぱあの、物作りが。あー、確かにそうですね。うん。はい。イカダとかすぐ作って。あー。すぐ。脱出しそうですね。脱出できそうだなと。グッとこう、
作るためにはこうなるから、だからもうあの衣装切っちゃうようなやつだからね無人島は何を切っても怒られないから。いや別に切りたい人ではないでしょ別に。俺も久々に見たんだから、あんな大人がすげえ怒られる。そりゃそうだよ、衣装さんからしたら差し出してんだから、はい、それ勝手に切っちゃったんですよ、はい、ボンザールとかね、まあそれでなんかボケをやりたかったからっていうね、はい、面白いことやろうっていう気持ちはあったんですけども、はい、事前に確認せずに切ったから、うん、そう確認せずに切っちゃったもんだから、はい、最終的に衣装さんに、ボンさん次やったら服貸しませんか服を貸す職業の人に服貸しませんって言われてるんです今回紹介してくれる新喜劇、はい、タイトルはこちら、和菓子の道は甘くない。なるほど、よいしょ、はい、さあこの、和菓子の道は甘くない、はい、小坂井愛ちゃん、うん、座長での公演でございまして、はいはいはい、もうタイトルの通り和菓子にちょっとまあ取り立ての人としてやってきて、うんうん、でそれでまあ取り立てようとするんですけども、こう実は愛ちゃんも和菓子職人になりたくて1ヶ月だけでいいから働かせてくれないかっていうところから始まる、まあドタバタ、なるほど、はい、笑いあり涙ありのザ新喜劇のような、うわこれ楽しみですね、はい、見どころは、はい、こちら、はい、タワモリ大暴れ、お、はい、これはまただからさっき言ってた、そうです、袖で、ね、はい、可愛いから自信を持ってって言って背中を押されて出ていくタワモリ、この2人が大活躍しております。ちょっとそんな感じのね、そのあタワモリがこうテレビにこうね出てきた、舞台上に出てきた時にその前に愛ちゃんに勇気づけられてきてるんだななんていうのも思いながら楽しんでます。はい、チェックポイントです。なるほど、はい、ダサかったな今のでもさあ他には、はい、こちらでございます、はい、はい、愛ちゃんの涙、お、これはどういった、はい、これは本当に最後のシーンで、うん、まあ要はちょっとしんみりしたシーンの時に、うん、本当に皆さん見えてたんですか、僕の角度というか、うんうん、から本当に大粒の涙がポロポロポロって、大粒の涙が、はい、ポロって流れました。あ、そう、うわこれ見たいわ、あすごーっと思って、ちょっと愛ちゃんも そのね境地に、はい、ついに行ったか、はい、後ろでだからもうポカーンとした顔で見ちゃってダメだよ、なんでボカンとしちゃったの、いやいや泣いてろと思っちゃって、いやいやいや、あーすげーってなって、それ抜かれてたら僕0点の演技してるんであんまりそれを映してほしくないんですけど、ちょっとこれ楽しみですね、はい、はい、以上となっております。見てるね、ご覧の皆さんもちょっと一緒にね感動して涙してみてはいかがでしょうか、ということで、はい、本日のゲストは、ジゾーラモでしたおい、それで行くのかよ